僕ね、解雇されてるんですよ。解雇。自分で退職するんじゃなくって、解雇されたんですよ。そこにはね、やっぱりしっかり理由もございまして、解雇された理由。はい、皆さん、お疲れ様です。モコです。ね、今日もいろいろございまして、我が家へと帰ってきております。今日はね、帰ってこれましたよ。疲れた。今回はね、とりあえずお話ししたいこともございます。ぼちぼち、やろう。とりあえずね、今回ね、面白いもの見っけたの。面白いもの。これ知ってます？これ近くの地元の道の駅、道の駅で発見したビールなんですけど、ちょんまげビールなんだって。ちょんまげビール。で、ちょんまげって書いてあって、なんかね、種類が2つあったの。これはアルトってやつ。アルトともう1個なんかあったよな。何やったっけな。ちょんまげビール。あら、これ、もう1個買っとったかな。見てみよう。買っとった。ね、このアルトと、これ、なんかな。アルトと、ペールエールっていうんかな。このね、2種類がね、売ってあったんですよ。両方ともちょんまげビールなんですけど、今回これ飲んでみよう。僕の近所にある道の駅で売ってあったんですよ。これちょっと開けてみよう。おお、なんか蓋がすごい軽い感じだったな。これ飲んでみよう。すごい、見えるかな。泡がちょっと黄色っぽいっていうか、濃い感じですね。黒ビールみたいな。いただきます。あ、違うわ。皆さん、お疲れ様です。お疲れです。すごい苦味が効いた。美味しい。黒ビールに近い。うん、黒ビールの味みたい。美味しいな。これ大事に飲もう。さあ、とりあえずご飯食べよう。ねえ、お刺身です。お刺身でご飯食べよう。ご飯じゃないな、お刺身でビール飲もう。うまっ。最近すごい暑いでしょう。ね、35度以上ザラでしょう。そんなね、35度以上の中で、最近バラ済みばっかりなんよな。なんでやろ。いつもはね、あんまりないんですよ。僕の会社。いつもはあんまりないんやけど、なんかね、この8月に入って、まあ、8月前半はね、ずっと連休やったんですけど、連休明けてから、バラ済みが多いんよな。なんでやろ。家電やったり、ね、バラのケースおろしやったり、なんかね、そういったお仕事が多いんですよ。なんでかな。まあね、しょうがないですよね。ただでさえ今荷が薄いんですよ。会社によって違うと思うけど、ただでさえ今荷が薄いんですよ。そのね、荷が薄い中で仕事させてもらってるっていうのは、まあね、ありがたいことなんですけども、毎回仕事が終わった後、バラ済みバラおろしした後、毎回ね、足がつるんですよ。足やったり、指やったり、体がつるんですよ。やっぱりね、なんかそれ塩分が足りとらんみたいで、水分補給だけやったらダメみたいで、しっかり塩分をね、取らないといけないみたいで、なんかね、軽い熱中症の症状らしくって、ね、まあ僕毎回軽い熱中症になっとったみたいですね。気をつけよう、しっかり塩分取ろう。まあね、子供たちももう、学校がね、始まりましたんで、僕もね、頑張らんといかんな。そうそう。でね、お盆連休ありまして、お盆明けからね、会社に来ない人も結構おるみたいで、まあそういった話は聞くんですけど、ね、お盆明け暑くて仕事に来ない人いるんですよって話聞くんですけども、まさかの僕の会社にもいまして、おるみたいですね。なんでこのトラックずっと止まっとるんかなと思うよったら、どうも盆明けから、なんか体調不良ってことで、来てない方がいらっしゃるみたいで、
今ね、音信不通らしいです。音信不通。昔あったんですよ。昔あった時はその方独身の方で、で音信不通で1週間ぐらいかな、音信不通で、でおかしいなと思って、独身だしおかしいなと思って警察に電話して、警察の方から家族ね、親戚の方に電話入れてもらって、で一緒にね、警察の方とその親戚の方と僕の会社の方立ち会って、そのお宅に行ってね、鍵を開けてもらったんですよ、その親戚の方にね。そしたらね、家の中に普通にいたって、家の中でね、お酒飲んどったってねえ、この業界、トラック業界、いろんな方がおるんですよ。今現在もね、僕の会社一人会社に来てないみたいですけども、ね、いろんな方がいますよ、ほんまに。うん。今回はね、大阪行って帰ってきたところなんですよ、僕。大阪行って帰ってきまして、久しぶりに大阪行ったな、そういえば。すごい狭いところに行ったんですよ。すごく狭くて、初めて行くとこやったんですけども、前にね、大型トラック走っとったから、その後ついて行った。前に多分ね、大型トラックおらんやったら、僕怖くて通らんやったろうなっていう道、それぐらい細かったですからね。ねえ、なかなか往生して行ってきましたよ。無事にね、納品積み込み完了しまして、今日ね、朝一で納品してきたところでございます。そうそう、で今回ね、僕お話ししたいことあるって言ったんですけども、僕ね、解雇されてるんですよ。解雇されたことあります？自分で退職するんじゃなくって解雇されたんですよ。あそこにはね、やっぱりしっかり理由もございまして、解雇された理由、まあ今の会社ではないんですけど、昔の会社一度解雇されておりまして、僕が21歳か2歳ぐらい初めて入った運送会社、まあそこね、僕解雇されたんですけど、なぜ解雇されたのか。当時ね、まあ小さい会社、トラックが10台ぐらいしかいない会社だったんですけど、そこがね、経営不振になりまして、借金地獄ということでね、そこの経営者の方がちょっとね、首を吊ったので、亡くなりまして、でそこの会社もう存続できないということで、まあ解雇なったんですけども、その時はね、弁護士さんやったかな、弁護士の方から僕の実家、当時実家住んでましたんで、実家の方に封筒が来まして、封筒の中にね、紙が入っておりまして、そこにこういう事情で、会社畳みますということで、解雇になりますということで、僕解雇されたことがあるんですよね。まあその後ね、すぐに他の運送会社入ったんですけども、まさかのね、解雇されるっていう、すごくね、いい会社だったんですけども、なかなかね、うまくいってないところもあったみたいでね、まあ、僕ら従業員には見えないところでいろいろね、苦悩があったんでしょうね。でまたその後違う会社行きまして、違う会社行った後に僕ね、今の会社、今勤めてる会社に入ったんですけども、もうそれももう12、3年前、22、3の頃に解雇されて、だから今から13年前ぐらいかな。ね、解雇された黒歴史ございます。なかなかね、この業界も厳しいですからね、どん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 新しい会社って出てくるんですけど、なかなかね、軌道に乗るのは難しいみたいですよね。なかなか難しい。どうしてもね、大きい会社に淘汰されてしまう、吸収されてしまうってところがありますからね。やっぱり小さい会社がどうやって生き残っていくかっていうと、なかなかね、ホワイトなことだけじゃ難しかったりするんでしょうね。さあ、飲もう。美味しい。またね、明日は休みでして、明後日からはね、今度関東工程入っております。いつものね、山口県内で積んで、関東、茨城県ですね、茨城県の方へ持っていくっていうお仕事ですね。まあこれ積み込みはね、パレット積みなんですけども、また多分ね、帰りが部材ケース門のバラ積みになっちゃうんですよ。きついよな。前回行った時もう軽い熱中症になりましたんで、今度は気をつけよう。スポーツドリンクでいいんかな、塩分取らんといけんってことで、水だけじゃダメらしくって、僕いつもね、水しか飲まないったんですよ。水だけじゃダメみたいで、しっかり塩分も取らなきゃいけないってことで、何がいいんかな、あの OS1 ってやつがいいんかな。 OS1 あれね、子供が風邪ひいたりね、具合悪い時飲ませるんですけど、それがいいんかな、やっぱり。それ買っていこうね。まだまだ暑い日が続きます。
いつまで続くんかな。今月いっぱいは暑いんやろうな。キャンプも行きたいしさ、キャンプはこの時期きついでしょう。ある程度ね、標高高いところで高原とか行かないと厳しいみたいなん でこの辺ね、そういったところないんで、行きたいんやけどな。キャンプ動画も作りたいしさ、配信したいし、いろいろ考えておるところでございます。さあ、とりあえず今日は飲んじゃおう。飲んで早めに寝よう、疲れとるからね。そんな感じで今日はこの辺で、また明日、またね。